小田作の之助作、鬼1、一、はじめのうち私は、辻十吉のような男が、なぜそんなに貧乏しなければならぬのか、不思議でならなかった。人は皆、彼のことを大阪人だと言っている。大阪生まれだという意味ではない。 金銭にかけると抜け目がなくちゃっかりしていると軽蔑しているのである。辻というせいだからあの男は銃に信用をかけたような男だと極限する人さえいるくらいだ。それはひどいと私はそんな噂を聞いたとき思った。しかし彼の仕事ぶりを見ていると やはり金銭のために堕落しているのではないだろうかと思われる節がないではなかった。彼が風変わりな題材と粘り強い達者な話術を持って若くして分断へ出たとき、私は彼のたくましい才能に密かに期待して、もし彼が自重してその才能を大事に使うならば、 これまでこの国の分断に見られなかったような得意な作家として大成するだろうと、その成長を見守っていたのだが、分断へ出て二三年経たぬうちに、はや才能の乱費を始めた。達者で器用で何をやらせても一通りこなせるので、例えば彼の書いた新聞小説が映画化されると、 分断の常識を破って自分で脚色をし、それが黒人裸足のシナリオだと騒がれたのに気を良くして、次々とオリジナルシナリオを書いたのをはじめ、芝居の脚本も頼まれれば書いて自分で演出し、ラジオの放送劇も二つ三つ書き出しているうちに、その方でのベテランになってしまい。 戦争中便乗したわけでもなく、また、続受けを狙う流行作家になったわけでもないのに、仕事の量は流行作家以上に多かった。空襲が激しくなって雑誌が出なくなっても、彼は少しも暇にならず、シナリオやラジオドラマや脚本の執筆に追われて、忙しい思いをしていた。そんなにまで、 いろいろと仕事に手を出すのは単なる仕事好きとだけ考えられなかった。やはり金ではないかと私は思った。聞くところによると彼はシナリオ料や脚本料など相当な高額を要求し払いが遅れると矢のような催促をするそうである。おまけにそんな仕事の使いに来る人にも 平気でおごらせたりしているらしい。だから、人々は、辻は汚い、ケチケチと貯めている、もう十万円も貯めたろうと言っていた。あんなに若いのに金を貯めてどうするのだろう。ぼろやに住んでみすぼらしい服装をして、せっせと貯めてやがると軽蔑されていた。ところが、その彼が、 ある空襲の激しい日私に氷菓子を紹介してくれという氷菓子に投資するつもりか私は皮肉ったバカを言え金を借りるんだうちでも買う金が足りないのかからかっちゃ困るよ闇夜に2,000円借りたんだがその金がないんだ 二千円ぐらいの金がない君でもなかろう。世間じゃ君が十万円貯めたと言ってるぜ。へえ、本当かびっくりしていた。十万円あれば氷菓しに二千円借りる必要はなかろうじゃないか。デマだよ。十万円は定期で預けていて引き出せんのじゃないかね。しつこいね。 僕は生まれてから今日まで銀行へ金を預けた試しはないんだ。銀行へ預ける身分になりたいとは女房の生涯の願いだったが、ついに銀行の通帳も見ずに死んでしまったよ。ふーん。私は半信半疑だったが、二千円で何を買ったんだタバコだ。 見たところよく吸うようだが、日に何本吸うんだ日によって違うが、徹夜で仕事をすると七八十本は確実だね。人にもくれてやるから、百本になる日もある。一本二円として、一日二百円か、月にして六千円。私はうなった。 これだけ全部闇屋に払うのかいや、配給もあるし、ない時は吸い殻をパイプで吸うし。しかし、二千円はまず吸うかな。じゃ、いくら稼いでも皆煙にしてしまうわけだ。少し減らしたらどうだ。そう思ってるんだが、仕事を始めるとつい夢中で吸ってしまう。 ケチケチ吸っていると気が詰まって書けないんだ。いっそ仕事を減らしたらどうだ仕事を減らせばタバコの量も減るだろう。仕事をしてもどうせ煙になるんだからしない方がましだろう。百円の随筆を書くのに百円のタバコを煙にしては何にもならない。そう理図めに言うと十吉はそれもそうだな。 人ごとのように感心していたが、急に。ああ、そうだ。タバコだけじゃない。たまにコーヒーも飲む。砂糖がよく回るね。闇夜が持ってくるんだが、ないときはサッカリンを使う。タバコに砂糖、高いものばかしだ。少し贅沢じゃないかな。いや。 贅沢といえば贅沢だが。しかし、こりゃ僕の必需品なのだよ。コーヒーはともかくタバコがないと1行もかけないんだからね。その代わり酒はやめた。酒は仕事の邪魔になるからね。仕事を大事にする気はわかるが、仕事のために氷菓子に厄介になるというのも自制とは言いながら変な話だ。 二千円ぐらい貯金があってもよさそうなものだ。ずいぶん映画なんかで稼いだんだろう。シナリオかずいぶん書いたが、情報局ではねられて許可にならなかったから、金はくれないんだ。あまり催促すると汚いと思われるから黙っていたがね。しかし、汚いという評判だぜ。 下せぬという顔だったがやがて「あそうか」と思い出して「いやそのつもりはなかったんだが入ってたはずの財布にうっかり入っていなかったり入っていても雑誌社から来た為替だけだったりしてねつい立て替えさせてしまったんだね」。 そうか。そんなふうに思われているのか。不思議そうな顔をしていた。変な老婆心を出すようだが、料理屋なら話して為替で払えばいいじゃないか。そうも思ったんだが、実はその為替期間が切れて無効になってるんだよ。無効になるまで放っておいたのか 忙しいからつい。そう言い訳をしていたが、だんだん聞いてみて、私は驚いた。2彼は大みそかの晩から元旦の朝へかけて、徹夜で仕事をしなかった年は、ここ数年来一度もないという、それほど忙しいわけだが。 しかしまた、それほど仕事にかけると熱心な男なのだ。だから仕事以外のことは何一つ考えようとしないし、また仕事に関係のないことは何一つ従らない。そういう点になると、我ながら呆れるくらい物さである。例えば、冠婚葬祭の義理は平気で欠かしてしまう。 身内の者が既得だという電報が来ても、仕事が終わらぬうちは腰を上げようとしない。極端だと人は思うかもしれないが、彩君が死んだその葬式の日、近所への挨拶わりは親戚の者のに頼んで、原稿を書いていたという。ずいぶん彩君には惚れていたのだが、その納骨を二年も放っておいて、 いまだにそれを済ませないというズボラさである。仕事は熱心だから、仕事だけはズボラでないはずだが、しかし書き上げてしまうと、閉じて送った試しはない。読み返すこともしないらしく、送った原稿が一枚抜けていたりすることも再三あった。二枚ぐらいの短い随筆で、最初は、 私と書いているのに、終わりの方では僕になったりしている。連載物など前に掲載した文を読み返すか、主要人物の生命の控えをとっておけば間違いはないのに、それをしないものだから平気で人名を変えたりしている。それに驚くべきことだが、地引きを引いたことがないという。 第一、地引きというものを持っていない。引くのが面倒くさいので買わぬらしい。地引きを持たぬ小説家は、まあ君一人だろう。私は呆れた。一字が万事、非常なズボラさだ。彩君が生きていた頃は、送ってくる為替や小切手など、彩君がちゃんと払い出しを受けていたのだが、 く君が死んで68歳の紋猛の家政婦と二人で暮らすようになると、もう為替や小切手など、いつまでもほったらかしである。近所に郵便局があるので、取りに行けばよさそうなものだし、自分で行くのが面倒だったら、家政婦に行かせればよさそうなものだのに、為替に住所姓名を書いて印を押すのが面倒な上に、 家政婦に郵便局へ行ってくれと頼むのがすでに面倒くさいのだ。一つには、毎夜徹夜同然な生活をしているので、起きて食事を済ましてタバコを吸っているうちに、もう郵便局の時間が経ってしまう。前の晩に頼めばいいというものの、彼は仕事に夢中でそんなことは忘れている。では、 昼間食事の時に頼めばよいということになるが、茶の間にはペンがない。二階の書斎まで取りに行くのが面倒くさい。取りに上がらせようと思っているうちに、もう忘れてしまう。それでもさすがに金がなくなってくると、慌てて家政婦に行かせるのだが、しかし、払い出し局が指定されていて、その局が遠方にある時は、 もう家政婦の手には負えない。六十八歳、もんもう電車にも一人で乗れないという女である。そんな家政婦は取り替えればいいわけだが、それが面倒くさい。銀行の小切手になると、なお面倒だ。第一、銀行の取引がない。 だからいちいち指定の市内の銀行まで取りに行かねばならぬのだが、家政婦は市内の東も西もわからぬ女である。と言って、重吉が起きていく頃には、もう銀行は閉まっている。ずるずるべったりに放っておいて、やがて市内で会合のある時など、早くから外出したついでに銀行へ回る。が、 もうその時は小切手の有効期間が切れている。振り出し人に送り戻して新しい小切手を切ってもらうのがまた面倒くさい。そんなわけで大した金額ではないが無効になった為替や小切手がだいぶあるのだ。という重吉の話を聞いて私は呆れてしまった。 どうしてそうズボラなんだいや、ズボラというのじゃないんだ。仕事に追われていると忘れてしまうんだ。タバコと同じでんで、せっかく仕事をしてもそれじゃ何にもならんじゃないか。仕事を減らして、少しは銀行へも足を運んだ方が得だぜ。減らしてみたところで同じことだよ。今の半分に減らしても、 やはり年中仕事のことを考えてるしまた年中仕事をしているだろう仕事がなければ本を読んでるだろうしさ仕事の鬼だと私は思った3私は早いとこ彩君を探してやるのが彼のためだと思った サイ君はすぐ見つかって話もまとまったが、戦争が終わって雑誌が増えたりして、彼の仕事も前より忙しくなってきて、結婚どころの騒ぎではないという。それで、式を挙げるのをのびのびに延期していたところ、金融非常措置の発表があった。旧紙幣の通用するうちに式を挙げた方がいいだろうと解き伏せると、 彼もようやく納得して、2月の末日、やっと式ということになった。中央の私は花嫁側と一緒に式場で待っていたが、約束の時間が2時間経っても彼は顔を見せない。私は痺れを切らせて彼が降りるはずの駅まで迎えに行くと、半時間ほどして真っ青な顔でやってきた。 どうしたんだと聞くと。徹夜して原稿を書いてたんだ。朝までにできるつもりだったが、とうとう今までかかった。顔も洗わずに飛んできた。顔も洗わずに結婚式をあげるのは君ぐらいのものだ。まあ、いい、最高。と手を取ると。ちょっと待ってくれ。これから中央局へ回って。 この原稿を速達にしてこなくっちゃ間に合わんのだ。原稿も原稿だが式も間に合わないよ。いや、頼むから中央局へ回ってくれ。とうとう中央局へ回ったが、さて窓口まで来ると何を思い出したのか、また原稿を取り出して、ちょっと終わりの方を直すから。 そして、一時間も窓口で原稿を訂正していた。やっと式場へ駆けつけ、花嫁側に、仕事にかけるとこんな男ですからと私が釈明すると、いや、仕事にご熱心なのは結構です、と釈然としてくれて、式は無事に済んだ。ところが、死後にちたって、 新婚の夫婦を見舞うと、サイ君は変な顔をしていた。私はサイ君がいない隙を伺って、どうした喧嘩でもしたのかと聞くと、喧嘩はせんがね、どうもうまくいかん。立ち入ったことを聞くが、肉体的に一戦とかなんとかそんな。さあね、 と赤くなったが、急に思い出したように、そう言われてみて気がついたが、まだ一緒に寝たことがないんだ。へ<え>？忙しくてね。こっちあれから毎晩徹夜だろう。朝サイ君が起きてから寝るという始末だ。そんなこったろうと思った。しかし初夜は一緒に寝たんだろう。 ところが前の晩徹夜したので、それどころじゃない。寝床に入るなり、前後不覚に寝てしまったんだ。10日ほど経って、また行くとしょげていた。なんだか元気がないね。真剣になってから、タバコが買えないんだ。休憩のうちに買いためておくという手は考えたの考えたが。 外出する暇がなくってね仕事に追われていたんだ。と相変わらずだった。原稿料もどうやら封鎖になるんじゃないかな。どうせ書きまくったって親権は入らぬのだしタバコも吸えぬし仕事は減らすんだね。そうなれば夫婦仲もうまくいくだろうというと。 減らすと言ったって、途中でやめるわけにいかぬ連載ものが5つあるんだ。これだけでひとつきかかってしまうよ。あと、ラジオと芝居を約束してるし、封鎖だから書けんと断るのは嫌だ。もっとも、文化文化と言ったって、作家にタバコも吸わさんような政治は困るね。金融封鎖もいいが、 こりゃ一種の文化封鎖だよ。僕んとこはもう新円が十二円しかない。少しはこれで君も貯金ができるだろう。冷やかしながら本棚の本を一冊抜き出してバラバラめくっていると百円札が一枚下に落ちた。おい、陰徳紙幣が出てきたぞ。おや。 出てきたのか。しかし陰徳じゃない。傍客紙幣だ。入れたまま忘れてしまっていたんだ。どっちにしても旧紙幣だから、保護同然だ。どうしてまた、こんなところへ入れて忘れたんだ前のサイくんが生きてた頃に入れたのだから、忘れるはずだよ。実はあの頃、まだ競馬があったろう うん。ズボラものの君が、競馬だけは関心に通ったね。その金は、その頃競馬の資金に、サイ君に内緒で本の間へ隠しておいたんだ。あいつ競馬というと金を出さなかったからね。たった100円かいいや、あっちこっち入れておいたから、探せばもっとあるはずだ。 救援の預け入れの時を思い出したんだが、どの本に入れておいたのか忘れてしまったから、探すのはやめた。いちいち探していると朝までかかって、その間原稿は書けんからね。しかし、奥さんにそう言って探してもらえばよかったに。原稿を書いているそばでごそごそ本をひっくり返されるのは仕事の邪魔だと思ったので、 それもよよ。し君のことだから愛服のポケットなんかに救援が入ってやしないか入れ忘れたままナフタリン臭くなってね。そうだそう言われてみると入ってるかもしれんね。と済ました顔で以前は財布を忘れて外出して弱ったものだがしかし喫茶店なんかのカウンターで あっちこっちちこポケットを探っているうちにひょいっと入れ忘れた十円札が出てきたりして助かったことが随分あったよ。忘れて弱り忘れて助かるというわけかね。しかしこれからはだめだ。探して出てきても救援じゃあしょうがない。ミスミス保護とは変なものだね。 闇市で彰子を売っていたということだが、まさかこんな風に出てきた紙幣に貼るわけでもないだろう。そう言うと、彼は急に目を輝かした。え彰子を売ってるって闇市でそうか。確かに売ってるのかどこの闇市いやに熱、ね、心だが、買いに行くのか すると彼は、誰がめんどくさい。わざわざ買いに行くもんか。しかし、待てよ。こりゃ小説になるね。そう言って、パイプに紅茶を詰めると、急にしゃべり出した。十人家族で百円の現金もなくて、一家自殺をしようとしているところへ、千円分の彰子が回ってくる。 はる金がないから、売るわけだね。100円紙幣の少子なら、30円の休券で買うやつもあるだろう。すると10枚で300円だ。この9券の300円を預けると、そのまま新円で引き出せる。300円あっても大したことはないが、300円入ったということで、少し蘇った気になるね。何かしら元気がついて。 一人の子供が思い切って靴磨きに行く。この収入月にいくら少なくても五百円になるだろう。いや、新園以後もっと少なくて三百円かな。じゃあ、二人の子供が行けば六百円だ。親父は失業者だし、おふくろは赤ん坊の世話でかまけているとしても、二人の娘は前から駅で働いているから、二人で四百円ぐらい取るだろう。 前の六百円と合わせて千円だ。普通十人家族で千二百円引き出せる勘定だが、千円と前の三百円、合わせて千三百円。一家自殺を図った家庭が、普通一般の家庭と変わらぬことになる。という筋は少し無理かな。いや、無理でなくするのが小説家の腕だ。 おい、君、仕事を始めるから、帰ってくれぬか。